コケこと、ホルヘレスレクシオンメロディオは、スペインマドリード出身のサッカー選手。アトレティコマドリードに所属し、キャプテンを務める。ポジションはミッドフィールダー。スペインマドリードで生まれる。8歳でアトレティコマドリードのユースに所属する。アトレティコマドリード B では、加入後すぐに、主力の座を獲得し、3年間在籍する。2009年9月19日、バルセロナ戦で、 パウロ・アスンソンに代わって、後半途中出場して17歳でデビューした。シーズン中に3試合に出場した。翌シーズンからは、新監督のキケ・サンチェス・フローレスの影響で、ファーストチームへの参加が増え、ヘタフェ戦では90分間プレーした。2011年2月26日に行われた、セビージャ戦で、ディエゴ・ホルランのクロスをヘディングでネットに入れ、 アトレティコのリーグ戦初ゴールを決めた。2011年8月25日、ヨーロッパリーグのビトーリア戦でヨーロッパの大会をデビューした。公式戦17試合に出場し、2得点を決め、トップチームでの最初のシーズンを終えた。2011から12シーズンもアトレティコの中盤の重要なメンバーとして、グレゴリオ・マンサーノとディエゴ・シメオネの下で活躍した。 公式戦48試合のうち38試合に出場し3得点を記録した。2012から13シーズンにはチームを去ったジエゴリバスの代わりとして主力として活躍。チームはバルセロナ、レアルマドリードに次ぐ3位につけチャンピオンズリーグ出場権を得るために重要な役割を果たした。またシーズン中の2013年3月10日、 第27節のレアル・ソシエダ戦、キャリア通算100試合目の出場を果たした。コパデルレイの決勝戦では、サンティアゴベル・ナベウでレアル・マドリードとのダービー戦で、112分のプレーをし、レアル・マドリードを相手に14年ぶりの勝利を果たし、10回目の優勝を果たした。2013年2013から14シーズンが開幕した9月3日、アトレティコと6年契約を結んだ。 その年10月には4試合での活躍が評価され、10月の月間最優秀選手に選ばれた。その後も活躍を続け、シーズン終了時には自己最高の7ゴール17アシストを記録した。2014年4月9日、UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝のバルセロナ戦でチャンピオンズリーグ初ゴールを決めた。これが唯一の得点となり、 アトレティコを1974年以来の準決勝進出に導いた。リーグ最終節のバルセロナ戦では90分間プレーをし、18年ぶり10度目の優勝に貢献した。シーズンが終わると LFP からリーグのベストイレブンに選ばれた。2014年6月25日、アトレティコと新たに5年契約を結んだ。2015から16シーズンは11月半ばまでは、 得点もアシストもなかったが、結局12アシストを記録し、シーズンのアシスト記録更新した。2016年10月23日、セビーチャ戦で2枚のイエローカードを受け、キャリア初の退場処分を受けた。翌5月24日には、アトレティコと2024年までの5年契約を新たに結んだ。26歳になって、わずか2ヶ月後の2018年4月1日、 デポルティーボ・ボラ・コリューニャ戦で361回目の出場を記録し、アトレティコの出場試合数のトップ10入りを果たした。2018から19シーズンの第20節、ウエスカ戦では先発出場し、1得点1アシストを記録、この試合に出場した結果、史上最速でのクラブ公式戦、通算400試合出場を果たした。2019から20シーズンより、 ディエゴ・ゴディンの後を継ぎ、アトレティコのキャプテンを務めることが決まった。2020年11月26日の UEFA チャンピオンズリーグロコモティフ・モスクワ戦に出場し、クラブ史上初めてヨーロッパの大会100試合の出場を果たした。スペイン代表でのコケとダビド・ビジャススペイン代表として2011、FIFAU-20 ワールドカップ、2012年ドンドンオリンピック、 UEFAU-21 欧州選手権2013に出場した。2013年8月14日、エクアドル代表との親善試合にて、最後の12分間プレーをし、A 代表デビューを果たした。その年の9月6日には、2014FIFA フフワールドカップ予選フィンランド大会で90分間プレーした。2014年 FIFA フフワールドカップのメンバーに選出され、 チリ代表戦に途中交代で出場すると、オーストラリア代表戦では先発でプレーした、が、グループリーグ敗退となった。2018年 FIFA ワールドカップにも出場し、決勝トーナメント1回戦ロシア代表戦で先発出場したが、PK 戦でペナルティキックを失敗。スペインは決勝トーナメント1回戦で敗退した。2020年10月11日、 オランダ代表戦に2年以上ぶりに代表のピッチに立ち、キャプテンマークを巻いて90分間プレーした。正確なパスと足元の技術を有するが、球離れが良く、左右の中盤でプレーする、運動量豊富で中盤のダイナモ的存在。フリーキックの精度も高く、多くのチャンスを作り、数多くのアシストを記録している。ユーティリティ性が高く、両、サイド、セントラル、ピボーテ、 トップ下で安定したプレーを見せる。代表では、右サイドバックとしてのプレー経験もある。レアルマドリードからのレンタルで、ラージョ・バジェカーノに在籍しているフランガルシアはいとこで、ある。2019年6月7日現在、アトレティコ・マドリード U-21 スペイン代表 U-20 スペイン代表 U-21 スペイン代表 U-23 スペイン代表スペイン代表。U ありがとうございます。